自慢具チャンネル、じまちゃん。こんばんは、さて本日は皆さんが選ぶ自慢ソングベスト10ということで、実は自慢具ファンクラブ新生 BBM っていうのがありまして、こちら入会時に自慢具の曲で好きな曲は何ですかっていうアンケートを取っているんですけども、今回その結果を集計しました。本日は自慢の本人を交えてですね、まあ、いつもいないと成立はしないんですけども、コメントを交えつつベスト10方式で発表したいと思います。それでは、自慢先生よろしくお願いします。よろしくよろしく。さあ、いつもの自慢先生です。さて、自慢さん、第10位から発表していくんですけども、1位から10位、10位何だと思いますか？黄昏の賢者。黄昏の賢者って、ちょっと待ってください。あれ、それって自慢具さんの曲でいいんですよね？あ、違いましたね。あ、違いますよね。これなんかいろんなこと起きそうなんで。あ、じゃあ、発表していきまーす。第10位は、ドルルルルドン。ありがとうです。あー。ベストアルバムバストに入ってませんよ。ありがとう。ありがとうは一応これには入ってる。まあ自分の世界怖いね、入ってますけどね。ありがとう、選んでくれてありがとう。コアが出ても儲からない、ありがとう。はい、じゃあ続きまして第9位発表します。第9位はダン、魔曲です。魔曲、あー、ジェイクさん、いいアレンジ、最高です。ありがとう。ありがとう。そんな感じか今日は。じゃあ続いて第8位紹介します。第8位、ドゥルルルルルルルドン、涙です。あ、ベストアルバムバストにしか入ってない涙、聞いてくれてありがとう。ありがとう。さあ、いきます。次は第7位ですね。第7位、ドゥルルルルルドン、サクラポップ。あ、ベストアルバムバストにも入っているサクラポップ、聞いてくれたね、涙してくれたね、ありがとう。さあ、第6位ですけども、まあ1位から今10位まで来ましたけども、6位、ジマさん、何を予想しますか？6位微妙だから予想できないでしょ。できないですね。じゃあ行きます。第6位、トゥルルルルダン、新世界よりジャンボです。自慢具新世界ジャンボ、ああ、ありがとう。さて、まあ10位から6位まで発表しましたけども、まずはこの10位から6位の中から自慢具さん第7位の楽曲「さくらポップ」ご披露お願いします。朝が来る
また来週もよろしくピース。今年最初の自慢軍のライブ、3月20日原宿ラドンナにてですね、行われます。そのタイトルがね、決定いたしました。自慢グザレッツエンターテイメント塾。これはですね、今年まあ一応3度ほどライブをやる予定なんですよね。自慢グのエンターテイメントを極めたいということで、自慢グのバンド、チェイクさん率いるね、美容パンカと自慢グ VS 美容パンカで、送る自慢グザレッツエンターテイメント塾。もう皆さんが一発でこうノリノリになる、あ、死ねねえって思えるようなライブをですね、作りたいと思いますので、よろしくお願いします。自慢グでした。